今すぐ君に会いに行く。スピードスターガシャキン GT、 みんな乗り物タウンへようこそ。ねえガシャキン、頑丈な地面を作るために活躍する乗り物があるって聞いたんだけど。 OK 任せて。今日はこの乗り物を紹介するよ。ラッピーが言ってるのは多分これじゃないかな。大きいね。パイルドライバーさんっていうんだ。ラッピー、パイルドライバーさんは工事現場で地面を固めるときに活躍する乗り物なんだ。ドリルで深い穴を掘って、その中にコンクリートの棒やセメントを流し込んで地面を固くするんだ。本物のパイルドライバーさんを見てみたいピ。それじゃあ早速会いに行ってみよう。あれ、パイルドライバーさんはどこにいるのかな。ここだよ、ここ。どこにいるの。君の後ろだよ。あなたがパイルドライバーさん。やあラッピー、僕が三点式杭打ち機パイルドライバーだよ。三点式。ラッピー、よく見てごらん。長い棒が1本と斜めに2本の棒が見えるでしょ。その斜めの棒の端っこ3箇所で長い棒を支えて作業をするから三点式っていうんだ。でもこのパイルドライバーさんは何か形が違う感じだって。タイヤもないし乗り物に見えないって。ははは、その通りだよ。僕は工事をする場所で組み立てられて乗り物になるんだ。ここで組み立てるの？どうして？パイルドライバーさんは大きすぎるから自分で道路を走っちゃダメなんだ。だから分解したパーツを現場で組み立てるんだよ。これは僕の足になるクローラーさ。これがつけば自分で動けるようになるんだ。反対側は下の部分をぐるっと回してから取り付けるんだ。これで完成なの？これからが本番さ。よし、どんどん大きくなるぞ。パイルドライバーさんはリーダーっていう角のような部品を何本もつなげてだんだん大きくなるんだ。どうだい、少し大きくなったろ。うん。あれれ、向きを変えて次は何をするの？もっと角を伸ばすんだ。そんな時に助けてくれるのがクローラークレーンさ。とっても力持ちで頼りになる相棒なんだ。クローラークレーンに手伝ってもらってバランスを取るためのウェイトっていう重りをつけるのさ。これが重りなの？そうだよラッピー、後ろだけで20トンの重さがあるんだ。20トンも？まだまだつなげる部品があるからね。部品をつなげていくのは人間の仕事なんだよ。角と角を丁寧につないでいくんだ。作業中に角が曲がったり折れたりしないように太くて大きなボルトっていうネジでつなげていくんだ。全部つなげるとこんなに長くなるんだぜ。一番長い時は33メートルにもなるんだ。うひょー。長くなった角にワイヤーっていう金属のロープを通していくんだ。たった一本でも大人が何人も力を合わせないと運べないくらい重たいんだよ。そのロープを角の先の決められたところに通していくんだ。みんな大変そうだって。パイルドライバーさんのすごいところはこれからだよ。見ててごらん。あれ、角がだんだん立ち上がってきたって。
操縦席から作業の様子を見てゆっくりと立てていくんだ。角を支える斜めの棒2本もこの時に取り付けるんだよ。あとはその棒を使って角がまっすぐになるように調整するんだ。これでようやく完成。どうだいラッピー、これが変身した姿さ。角が長くてかっこいいだろう。うわあ、こんなに背が高くなるんだ。これでお仕事ができるね。パイルドライバーさんがお仕事をするにはまだこれだけの部品をつける必要があるんだよ。そうなの？ほら、その部品を取り付けるために必要なものをクローラークレーンが持ってきてくれたよ。これはなんだっぴ？これは部品を取り付けたりするときに人が乗る作業台さ。こうやって角に取り付けて部品がちゃんと組み立てられているかを近くで確認するために使うんだ。さあ、ここからは地面を掘るための部品をつけていくよ。これが地面を掘るためのモーター、大釜マシンさ。この先にいろんな工具をつけていくんだ。あの大きな部品で地面を掘るのかな。最後につけるのがドリル。これが土の中を進んでいくんだ。これで完成さ。どうやって杭を入れるの見たいっぴ。よし、任せといて。早速穴を開ける場所に移動だ。今日はここでやるよ。5本ついているドリルの真ん中と端っこからはセメント、他の2本からは空気を出しながら地面を掘るんだ。見せてあげるよ。ほら、ほんとだ、すごい風だね。じゃあ行くよ。ラッピー、気をつけて見ててくれよ。穴の中でセメントが固まることで地面の中で丈夫な杭になるんだよ。僕と違う方法で杭を地面に入れる仲間もいるんだ。そっちも見てみるかい。うん、本当だ、こっちはドリルが1本なんだね。やあラッピー、僕の仕事も見ていってくれよ。ラッピー、こっちのパイルドライバーさんは1本のドリルで地面を掘って開けた穴に杭を入れていくんだ。掘った時に出る土はパワーショベルが片付けてくれるんだ。協力して作業をするんだね。こっちのパイルドライバーさんは1本の角にドリルとドリルが開けた穴に杭を入れる装置、この2つがついていて、使う装置が前に来るように角が動くんだ。本当だ、角が回ってるピー。これが開けた穴に入れる杭だよ。1本で10メートルもあるんだ。これを持ち上げて穴に入れていくんだよ。力持ちだピー。何箇所も開けた穴にこの杭を押し込んで丈夫な地面にするんだ。一本だけじゃ長さが足りないときは途中で杭を継ぎ足すこともあるんだよ。溶接という方法で2本の棒が離れないようにくっつけるんだ。パイルドライバーさんはいろんなことができるんだね。ラッピー、俺たちのこと分かってくれたかい？乗り物タウン登録してね。ゴー